全47都道府県の舞台になったアニメで打線組んだった。北海道ゴールデンカムイは青森フライングウィッチが3番打てるぞ。フライングウィッチがない、やり直し。生徒会の一存って北海道だったのか。あった。山形岩手ジブリ見たくなった。福島宮城大都市やのにこんなに少ないんか。呪術と尾崎出されるだろ。配給ジョジョ配給入ってないぞ。茨城県4番以外凡選手だが4番だけでコールド勝ちしそう。せめて連合組んであげて。東北最強は山形かまあ当然やな。栃木県強い吉川4番投手やろ。群馬県24群馬はよりも宇宙よりも遠い場所やろ。よりもいがないぞ。窓まぎ群馬ちゃうんか。別に群馬が舞台なわけじゃないぞ。悪の花聖地とか嫌すぎない。まあ作中でも全然舞台を褒めてないからな。新潟県さなんかないんか。化け物語があるやろ。漫画アニメの街とは何だったのか。わい新潟民草を生やす。何もないくせに漫画やアニメの展覧会はやる。関東は東京神奈川埼玉の3強やろ。神奈川県野球もサッカーもアニメも強い強いメジャー入れようや。埼玉県強すぎる強い空の青さを知る人よ入れてや。山のすすめ入れろや。千葉県老朽部って千葉だったのか。東京都巨人みたいな打線やんけ。うーんこれは最強強すぎて草。何このベテラン揃い全部古臭くて草。富山県クロムクロを入れろ。富山意外とあるやん。 PA のおかげやね。なお桜クエストさん栃木は深海の映画のやつあったろ。石川県福井県メガネ部使うくらいの弱小ならグラスリップ選手もいけるぞ。今度なんかバレーのアニメ始まるやろ。山梨県草ペルソナ4とゆるキャンが山梨やろ。4番ピッチャーゆるキャンがいるやろ。長野県スロースタート入れていいか。大阪楽しみやで。岐阜県君の名はがあるやろ。君の名はと声の形を入れないとか頭おかしいやろ。エースで4番の君の名は日暮って作中では岐阜の隣県なんやけどな。作者が白川郷を富山だと勘違いしてたからややこしくなったんだよな。静岡県ラブライブないっけ。ユーチブよりサンシャインやろ。コナンのハイドシってどこがモデルなん。米花町が目白あたりらしいからそこら辺ちゃうか。めっちゃ都会で草。愛知県終わりのセラフ抜かすなよアホー。三重県滋賀県グランベルムを忘れるな。軽音って滋賀とちゃうんか。修学旅行で富士山を車窓から眺めながら京都に行くのに滋賀なわけないやろ。学校のモデルが滋賀の廃校ってだけやし。京都府湖南細分格差ほぼ森美個人群やんけ。ユーフォニアムあるやろ。リズと青い鳥響けユーフォニアムが入ってねえんだから入るわけねえだろ。大阪府竜王のお仕事がない。大阪は蔵などという代表作があるのに。兵庫県一応プリズマエリアも兵庫やろ。形状忘れるな。四つ葉と奈良県和歌山県エアーが抜けてるで。トップデイズなんかいろいろ適当やな。鳥取県ゲゲゲの鬼太郎は舞台ではないやろ。島根県岡山県モモキュンソードがないやん。押しぶどう広島県強い裸足の剣入れろ。山口県京都と山口足りないならルローに剣心入れろ。徳島県香川県ゆりゆり入れろ。高木さん入れろ。24の瞳高木瀬戸の花嫁ゆりゆり。愛媛県高知県福岡県博多豚骨ラーメンズないやん。ビーバップハイスクールがないとかアニメなんかなかったよね。
佐賀県。泣いた。ドン佐賀、有利あるやんけ。唯一の佐賀アニメ忘れてやるなや。この打線作られた時に放送してないから仕方がない。長崎県。なでしこは古すぎて忘れられたか。熊本県。放課後堤防に石入れろ。宮崎県。しゃあない。鹿児島県。もののけ姫。秒速5センチメートルあるだろ。二部だけやしな。沖縄県。遥かなレシーブを忘れるな。沖縄絶対もっとあるやろ。都会が強いのは当たり前だけど、道東くらいに岐阜が強いのは謎。東京、神奈川が強すぎて草、他雑魚やん。アニメの舞台ってだけなら埼玉は東京の次くらいに強いよな。東京だけ3軍まで作れるやん。結構地域色出るな。